ルイ・クー・プランは、バロック時代のフランスの作曲家。クー・プラン一族の中では、老いの大クー・プランことフランスワクー・プランに次いで巧妙な音楽家である。23歳頃までの前半生についてはほとんど分かっていない。サンジェルベ教会ルイ・クー・プランの生涯に関する情報は、主にキトン・デューティーのレ・パルナス、フランスワの記述に依拠している。 ルイクープランは1626年頃、パリから南東に 50km ほど離れたショーム・アンブリで誕生した。ショームの戸籍部は1626年1月1日から1632年10月14日までが欠けているので正確な出生日は不明である。彼の父である、シャルルクープランは、ベネディクトカイサンピエール大修道院のオルガニストを務めていた。 おそらく1650年、内し51年の聖夜子部の祝日に、ルイクープランは、弟のフランソワとシャルル、そして何人かの友人たちを伴って、ジャック・シャンピオン・ド・シャンボニエールが、正夢から15キロメートルほど離れた彼の館にて、祝縁を催しているところに訪れ、音楽の演奏を披露した。シャンボニエールは、ルイクープランの才能を認め、パリに来ることを勧めた。 主公府に記された日付から1651年8月12日には、ルイクープランはパリにいたことが分かっている。1652年には、ヨハン・ヤーコップ・フローベルガーがパリを訪れており、ルイクープランは彼の影響を受けたと考えられる。ルイクープランのプレリュードの一つには、フローベルガー氏を模して、会える、イミテーションでミスター・フローバーガーという題名が付けられている。 またフローベルガーのパリ滞在時に自己死したリュート奏者のブランドシェを追悼してフローベルガーとルイクープランは両者ともトンボーを作曲している。1653年4月9日にルイクープランはパリのサンジェルベ教会のオルガニストに就任した。以後この地位はクープラン一族によって占められることになる。またルイクープランは宮廷楽団で スシュドビオール奏者の役職にあったが、これは、彼がシャンボニエールの占めていた宮廷クラブ3奏者の地位を提供されたものの、恩師への忠義からそれを辞退したため、代わりに、彼のために特別に失礼られた役職であったと、言われている。1661年8月29日、35歳で、パリにて死去。プレイルードへ、町長の集結部、ルイクルプランは、 音楽家としての活動期間がわずか10年ほどということもあり、作品を生前に出版することはなかった。現在知られている作品は3つの思考譜によって伝えられている。防安思考は1690年頃に作成され、累空プランの作品として122曲のクラブ3曲、4曲のオルガン曲、5曲の合奏曲を含んでいる。 パルビル志向は1670年頃に作成され、55曲のルイクープランのクラブ3曲を含んでいるが、このうち5曲を除いては、防ン志向と重複している。1957年にギーオールダムが入手したオールダム志向には、ルイクープランの70曲のオルガン曲、アルマンド1、クーラント2、サラバンド1の4曲からなる、異端調のクラブ3組曲、 4曲の5世の合奏のためのファンタジアが含まれている。また多くの作品に日付や地名が記載されていることも貴重である。しかし所有者のオールダムの移行により、その完全な公開は1995年まで遅れた。主校府には作曲者のファーストネームは記されていない。オールダム志向の公開によって明らかとなったルイクープランのオルガン作品は、 それまで知られていたクラブさん作品とは作風が大きく異なるため、これらの作品が同一人物の作品であることを疑問視する者も,もいる。ルイクープランのクラブさん作品の大部分はシャンボニエールと同じくリュート局の伝統に基づいた舞曲作品であるが、ルイクープランの作品はシャンボニエールのものに比べより複雑で劇的な性格を持っている。 クラブ3作品の全体のほぼ3分の2は、アルマンド、クーラント、サラバンド、ジーグで締められるが、その他にパッサカリアとシャコンヌが重要である。両者の区別はすでに曖昧となっており、しばしばロンド形式をとる。パバールウェー、単調は、その厳粛な雰囲気と特殊な調整から、サース飛んだ後は、エヌモンゴーティエを忍んだ作品ではないかと推察している。 これらの舞曲は基本的に組曲の形では残されていないが、現在演奏される場合は、適に同じ長の作品で組曲を構成することが一般的である。一方で、ルイクープランのクラブさん作品の中で注目すべきジャンルとして、プレリュードのムジュレが挙げられる。ルイクープランは、クラブさんのためのプレリュードのムジュレを残した最初の作曲家であるとみなされている。 ルイクープランは、この非定量的なプレリュードを、時に挿入される、対法的な部分を除いては、音歌の区別なく、全音符のみによって寄付し、多様なスラーによって、演奏の指示を与えている。ルイクープランのオルガン作品は、模倣的な風画及びファンタジアや、成果を低戦率に用いた作品が主体である。これらは、ルネサンスの厳格な対法による、古様式と、 新しいバロックの音楽語法との間の橋渡しをするものであり、音楽史的にも重要な作品群である。また一部の曲では、クロモルネによるファンタジア・フォンテジー・シュール,ル・クロム・フォーン、ティエルスによるフーガ・フーガ・シュール・ラ・ティアスといったように、オルガンのレジストレーションが指定されており、これは後にフランスのオルガン音楽の特徴となるものである。ありがとうございます。